皆さんこんにちは、木の絵専門店谷口工務店代表の谷口博一です。このチャンネルは、これから家作りをする方のために、いろんな、情報を、お出ししてお役に立てようというチャンネルでございます。今日はですね、宿泊体験の、できる施設モデルハウスなのですけども、キッチンと寝室の方の紹介をさせていただきます。はい。このキッチンは対面型のアイランドっていうんですけど、前にカウンターがありまして、ぐるぐる回れるようには動線的にはなっております。で、キッチンの方ですね、見ていただくと、まずこの戸棚ですね、これ意外と低いところがあります。で、女性の方結構背低い方多いので低めに設定して、あと引き戸ですね、はい、基本は引き戸にしております。そうすると物落ちにくいのもありますし、はい、扉ということもできるんですけど、はい、このような引き戸にしております。はい。この幅なんですけども、一人で料理される場合はこんだけ取ってしまうと逆に家事動線的に使いにくいんですけども、家族でされるというふうなことを想定してますので、そういう場合はちょっと広め1メーターから1メーター10ぐらいの間を取るっていうのが、使いやすいというふうに言われています。あと、家事動線的に、こちらは洗濯物を、ね、干すスペースも実はこの隣にありますので、ここで干せる、ランドリースペースと言いますけども、干せるようにしております。冷蔵庫の後、ちょっと上ですね、ちょっとこの辺間延びしてしまうので、こういうふうに、扉を開けております。こちらが、配膳とかスペースになるんですけど、こう向こう 見ていただくとですね、窓も全部開けるとすごい距離があって抜け感があるわけですね。で、天井もこちらは低くて、リビングは高いということになっているので、すごく広く感じることができます。はい。この場合でいくとやっぱりお手入れとか掃除するのにやっぱ壁側の方がしやすいとか、そういうこともあって、壁側にすると、これはもう使う方によっていろいろになります。いろんな自由にできるということですよね。このあと L 型ですね、L 型にするとすごく広くは使えるんですけど、ただ収納がね、この入り積みっていうんですけど、ここがちょっと使いにくいんですね。奥に入れていかないといけませんので、ちょっと使いにくいというのはデメリットにはなります。これもやっぱり下までドンとあると空間っていうのはもうそこで止まってしまいますけど、これも抜け感ですよね、広く感じるようになります。結構こう浮かしたりすること多いんですよね。そうするとすごく空間が広がります。この家具もそうですね。上こう浮いていますよね。こうすることによってすごく広がりを感じるわけですね。やっぱり常にですね、奥様というのはキッチンにいる時間が非常に長いので、ここの居心地をいかに良くするかというのがポイントになります。ですので、家事動線というのをまず一番に考えることですね。はい。で、使いやすさ、高さ、いうことですね。この幅も、この幅の広さ、これが非常にポイントになります。では寝室に参りたいと思います。はい。で、こちらはですね、あえてね、段差があるんです。バリアフリーが先ほど、段差のない家がいいというふうに言われたりするんですけど、あえてこう段差つけることによって、部屋に入ると結界ですよね。はい、という意味もあります。で、それとあと、可能な限り、庭のね、地面の高さにこれ近づけてるんですね。これを、開けるとですね、高さが実は地面とね、近くなってくるんです。はい。で、そのままウッドデッキもこれあって、一体感を見せるというのが一つになってます。で、あとこの、ガラリの網戸なんですけど、中からは、この中がこれ格子になってまして、で、網戸なんですけど、中からは見えるけど外から見にくい、こういう風な網戸になってるんですね。どうです？見えないでしょ。これ外見えてるんですよね。はい。
外見える。でこれは、このように蓋を開けて、戸袋っていうんですけど、この収納して使うとですね、まあ、こういうところに椅子とか置いてね、気持ちよく遊んでいただけるということになります。まあちょっと何かね、仕事をしたりとかするのに書斎がここにあります。照明その2つだけです。あ、ここも照明2つですね、うん、持ち方がここの照明もそうなんですけど、まあ、ダウンライトっていう照明ですけど真ん中にないですね。で、結構ですね、暗いんじゃないかという話があるんですけど、実はもう生活すると明るさっていうのは実は全然逆に必要なくなってくる。すごくね、落ち着きます。はい、どの部屋も全部持ち方の明るいのはつけておりませんので、はい、意外といい、慣れます。慣れるというかね、慣れたらすごくね、心地よさ分かるんですね。はい、寝室もですね、この床、これはまだ泣いてますけども、これもですね、冬であれば暖房の熱は全部吹き抜けを抜けて2階に行くんですけど、2階でまた空気を集めてます。集めてまた床下に、パイプで送り込んで、この基礎の下を通ってここから上がってくると、まあ、いうことなんで、まあ、熱を無駄なくですね、循環させてるということになります。まあ、そうすると光熱費も、お安くなっていくんですね。はい、で、まあ、窓をいっぱいつければいいというものでもないんですけど、やっぱり奥行きをちょっと見せたりとか、まあ、明るさですよね、いう意味ではあるとないというのは全然違いますよね。この壁はね、塗り壁です。自然素材塗り壁、火山灰が配合されてるんですけど、これも調湿作用があってすごく空間としても落ち着きますよね。値段で言いますと、和紙の方の方がちょっとやっぱりリーズナブルです。でこれはまあ塗り壁というのはもう基本は一番高級な材料になりますので、全部の部屋やりたいんですけどね、まあ、ご予算に応じてこれは決めます。ここで、押し入れ入れて10畳、あ、ごめんなさい、入れて8畳です。押し入れ入れて8畳、ここ、はい、8畳の中にこの押し入れスペースも入っていると。そう、だから、まあ、結局扉も全部こっちもね、天井まで来てたりするんで、はい、広く見るということですね。でこれはもうハウスメーカーじゃできないですよね。だからここらも、そっか、だから壁のラインにドアが全部、これ色でいくとね、こうもっと実は壁があったりするんですよ。まあ、これから家見てもらったら、はい、可能な限り目いっぱい使うと。普通の部屋と比べると、まあ、ちょっと段差をつけて結界をつけてね、まあ、違う部屋に入るというような、まあ、空間っていうのと、であとは、まあ、最近はやっぱりテレワークとかもいうことになりましたんで、まあ、寝る部屋だけじゃなくて昼間は、まあ、リビングとかと孤立してるので、まあ、こういう書斎を作って、まあ、テレワークをする場所を作るっていうのもポイントですね。いかがでしたでしょうか。今日はキッチンと寝室をご紹介させていただきました。でこの モデルハウスというのは実は宿泊体験ができるようになっております。皆さんもお土産とか買うときに試食しますよね。で家も一緒のことなんですね。やっぱり一度住んでみないと分からない。まあ、春夏秋冬ね、実は住んでいただく方が一番いいんですけども、こうというのは宿泊体験できるようなし、ようにしておりますので、お気軽にまた泊まりに来てください。今回の動画が参考になりましたら、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。実際私の家もねこんな感じなんですけど、いやもうでも自分の家正直めちゃくちゃ気持ちよくて、下手なリゾートホテル行くよりも家の方が全然